村岡俊英君。委員長。村岡君。おはようございます。秋田県出身、日本維新の会の村岡俊英でございます。まずは、東北出身ということで、昨日の東北大震災、2周年を迎えました。本当にご不幸に見舞われ、お亡くなりになられた方には、ご冥福をお祈りいたします。そしてまだ、いまだ被災をして苦しんでいる方々に、国会議員全員で、必ずや早い復興をと、このように思っております。特に私は東北人でありますんで、全国の、多くのボランティアの人たちに、我々は助けてもらっています。このことを、感謝するとともに、東北は忍耐強く、粘り強い人間だと思っておりますので、皆さんの大きな恩情のもと、ご協力のもと、頑張っていくことを申し上げたいと、このように思っております。本題に入る前に、私も、この政治の世界で秘書を長くやっておりました。郷土の大先輩であり、そして公私ともにお世話になっている菅官房長官に最初にお聞きいたしたいと、このように思っております。菅官房長官は我が秋田県で小中を卒業し、湯沢高校を卒業してから集団就職でこの都会に来て、そして都会の中で地方議員、そして国会議員、まさに都会と地方を知っているということで、我が郷土では、尊敬の、そして本当に誉れでございます。先週日曜日、官房長官の出身地である湯沢市で、私はある会合に出席しました。700人ぐらいの聴衆でありましたが、私が立っても拍手は普通通りでしたが、大臣のビデオのメッセージでふるさとのメッセージがありました。もう大拍手でありました。尊敬の念と、秋田弁で言うと、えがたな、えがたな、立派なたな、立派なたなと、このように皆さん喜んでおりました。そして、涙ぐむ人までいるということで、もう拝んでビデオを見ている人もおりました。そういう意味では、都会と地方しっかりと分かっている菅官房長官に、今現状は経済、確かに株高、そして円安と調子のいいわけですけれども、地方はなかなか実感がありません。地方のふるさと再生ということに、総務大臣当時もふるさと納税という新しい取り組みをされました。改革派の旗手だとこう思っております。我々日本維新の会も、地方分権、そして道州制とふるさと再生を願い、そしてこの政党を立ち上げております。ぜひとも菅官房長官のふるさと再生についての思いをお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。菅内閣官房長官。私のことをいろいろお褒めいただきまして、感謝を申し上げます。私も村岡委員と同じ秋田県出身であります。私は高校まで秋田で育てていただいて、東京出てきて、今横浜で活動をしたしておるわけでありますけれども、安倍政権の第一次内閣で総務大臣を務めさせてきました。当時安倍総理の施政方針演説、地方の活力なくして国の活力なし、これが安倍政権の基本でありまして、第二次安倍内閣においてもまさにこのことを私たちは実現をすべく今全力で取り組んでいるところであります。まあ、そういう中で、地方が元気がない、ここ数年代いろいろ言われてますけれども、しかしどこに行っても地方にはそれぞれの特色、そして人材がいると思っています。そうした地方の魅力を生かし、特色のある町づくりを行っていく、そうしたことができるようにするのが、これは政治の役割だというふうに思っております。私はかつて総務大臣当時、頑張る地方応援プログラム、地方のそうした魅力をなんとか糧に地域の活性化にならないか、つながらないか、あるいはふるさと納税も創設をさせていただきました。自分がふるさとと思えるところに一定の寄付をすることができる仕組みであります。2000円のある意味で会費ですけれども、それを支払えば、住民税、所得税の一定割合、どこにでも寄付することができる。地方は何といっても財源が大変ですから、そうした財源をしっかりと国として
地方に何らかの形で地方が自らの考え、そして自らの責任において物事を進めていく、そうした地方ができればそれは日本全国元気になる、こういうふうにもつながってくるだろうというふうに思います。東日本大震災において多くの日本の皆さんが被災地を中心にですね、全国からさまざまな義援が届けられる、あるいはボランティアの皆さんが集中される、まさに絆という言葉が昨年の言葉にも一昨年の言葉にもなりました、感じになりましたけれども、まさに日本全国絆を持ってお互いに活力があるこの国を作っていこうというのが、まさに地方国一体だというふうに思います。安倍政権はまさにそのことを何としても実現をしたい、安倍内閣で車座ふるさとトークというのも総理の指示で始めました。大臣、政務官、副大臣、そうした政府の関係者が20人ぐらいの中で地方のある意味で生の声、心の叫びというものを聞いて、そのことを政治に反映していきたい、そう思っております。ぜひ委員もですね、ふるさとのために頑張っていただきたいと思いますし、この国家のために全員でこのふるさと地方というものを大事にしながら日本が元気になるように努めていきたいと思います。委員長、村岡俊秀君。官房長官、ありがとうございました。ふるさとを思う共通の思い、そして地方が再生しないとこの国の底力ができないと思いは共通していると、このように思っております。官房長官、どうぞ記者会見でしょうから、どうぞ大丈夫ですんで、私も官房長官秘書官やってましたんで、いかに記者会見が大事かということを分かっておりますんで、どうぞ私はもう質問いたしませんので、どうぞ。そして安倍総理大臣にお聞きしたいと思います。私は、秘書を16年やっておりました。その間この予算委員会では大きな思い出があるのが、新進党の予算委員会選挙という、21日間この国会に私も、自民党の国対委員長室に泊まっておりました。なんという馬鹿らしい国会をやっているんだろうと思いながら秘書をやっておりました。また、PKO 法案の時には牛歩戦術13時間国会の本会議場でやっていると、もうまさに国会っていうのはどんなところなんだと、国民の信頼を失い、そして政治が最低とこう言われた時代でありました。しかしそこからはこの9年ぶりに国会に帰ってきますと、違うような気がいたしております。やはり政権交代があったということで、お互いの緊張感と議論はしっかりする場になってきたなとこう思っております。安倍総理大臣の三本の矢、もう素晴らしいネーミングで、思い切ったこの日本の新しい方向性を出すということの中、先ほど申しましたように株高そして円安と、日本が新しい方向性に向いていく、その気持ちが国民の中にも芽生えているとこう思っております。しかしその中でこれが実質的になるかどうか、いろんな多分ネーミングっていうのは政治にとって大切だとは思います。15ヶ月予算、ただ言い換えれば1年3ヶ月予算であります。三本の矢というものも、自民党がなかなかうまくいかなかった時代、よく言われた言葉が政官財の癒着と言われました。これが一緒のように戻るようであれば、その政官財の中で利益を 3等分するというような政治ではいけない。ここには民も地方もしっかり入っていかなければならない。この経済の対策が、安倍総理大臣としてこれからどういう波及効果を国にもたらし、地方にももたらすという、ご意見、また目標を持っているのかお聞かせ願いたいと思います。安倍内閣総理大臣。この十数年間、ずっと日本はデフレの中に沈んでいたわけでありまして、国民の所得は50兆円と吹っ飛んでしまった中において、特にやはり地方においてはですね、行き過ぎた円高もあります。朝早く起きて一生懸命頑張って汗を流して知恵を出して出してもですね、自分の作ったものは優れているにもかかわらず競争力を失って売れない、結果として工場を閉じざるを得ない経営者、そしてそこで働いている従業員、大変皆さん苦しい思いだったんだろうと思います。
一生懸命朝早く起きて田を耕して素晴らしいものを作ったとしてもなかなか価格が思うように上がっていかないし、どころかですね、下がっていくという状況がございました。まずこれを変えていくために、思い切った金融緩和を行い、デフレから脱却をして 2% の緩やかな安定的な物価安定目標に向かって進んでいく。同時にですね、それから今委員がご指摘になったように大切なことは、地方にいてもそうしたですね、暖かいこの風を受けることができるようにしていくということは大変重要なことなんだろうと、このように思います。そこで我々は、機動的な財政政策において、先般、大型の補正予算を組みました。これは地方まで隅々までですね、この三本の矢の政策が行き渡るようにするためのものであると言ってもいいでしょうし、あるいはまた、この、経済政策、経済財政運営がですね、地方にも早く、いい形でいくように、つまり、雇用や賃金に、影響が出てくるこの、期間をですね、短くしていくという効果も我々は併せ持っているんだろうと思います。まず国が需要を作っていく中において、民間の経営者の方々も、これはだんだん、物価が上がっていくな、今のうちに設備投資をしていこうと思うかもしれない、消費者の方々も、今のうちに買っておいた方がいいだろうと思うかもしれないという中において、だんだんいい景気の循環に入っていくんですが、そのスピードを速めていく中において、かつこれは地方にもですね、そうしたいい影響が及んでいくように今我々は全力を尽くしているわけでありますし、そして3本目の矢でありますが、元気で長生きできる長寿社会を作っていくという、あるべき社会像を設定をしていく中においてですね、医療技術や介護技術、看護技術、あるいは再生医療等々を含めて、そうした分野に、しっかりと、国家支援も投入されていくという中において、そこで新たなですね、技術も生まれ、そして、国民は健康を取り戻し、かつ富を生み出していく、という中においてですね、そうした拠点が例えば東北において、医療の拠点を作ろうということも我々の基本的な方向の一つでございます。そういう目が出てくることによって、それは希望になっていくのではないだろうかと、こんなように思うところでございます。先般、あるテレビのニュースで報道しておりましたが、この為替の変化によってですね、玉ねぎの価格がずっと中国の輸入の玉ねぎよりも、残念ながら日本の農家が一生懸命作った玉ねぎの方が高くなっていたのでありますが、これは十数年ぶりにですね、これ逆転したんですね。日本の玉ねぎの方がとうとう安くなったわけでありまして、頑張った人が報われる、そういう社会に近づいているなと、こんなことを実感しているところでございます。村岡俊秀君。総理、ありがとうございます。ぜひとも補正予算は我が日本維新の会は賛成をいたしました。これもしっかりと、もちろん国全体の経済成長、そして地方にも行き渡るように行政側の執行の方もぜひよろしくお願いしたい、このように思っております。予算委員会もずっと聞いておりまして、安倍総理大臣にはオーラを感じるような形で、私も先ほど秘書をやっていたと言いましたが、安倍総理大臣はもちろん年上で大先輩ですけれども、一期目、ご当選されたとき、私秘書で、オーラのある、先生が誕生したなとこう思っていた思い出があります。そして今の勢いというのは、自民党政権が強いときというのは人材豊富であります。よく言われるように、三角大福であったり、それから、朝垣幸三というネーミングあたり、今回は差し詰め、朝林信光というような形で総理候補が4人も安倍総理のもとにいるという、なかなか野党がですね、一つ一つの質問をしても全てをうまく逃げられているような感じで大変心配しているんですが、いいことだらけならいいんですが、私も長く自民党におりましたんで、自民党の良さも悪さも分かっているつもりであります。そういう意味では、今後自民党がどのような実際の予算執行をしていくかというのは、きっちりと厳しく野党の目として見ていかなければならない、こう思っております。そして昨日、我々の松並議員が、安倍総理大臣に提案いたしました。
安倍総理大臣の所信表明、衆参別々にやってるのは総理が忙しくてこれは大変じゃないかと。そしてアメリカの例がいいわけじゃないですけれども、アメリカの大統領の一般教書というのは、大統領が出て、それぞれ両院が出て、まあそこは大統領ですから三権の長まで全部出て軍人のトップまで出てということをやっておりますけれども、まあ日本はせめて総理大臣が忙しいわけですから、もう両院で総理のお話を聞くというような実質国会に変えることが大切なんではないかとこう思っております。そしてまたさらには今自民党の中で、検討されています定数削減であります。我々は思い切って5割とこう言っております。それは5割ではできないという自民党の人がいます。それはでも両院の一員制を生み出しながらということで、もちろん憲法改正も関わりますけれども、しっかりと自らの身を削るという覚悟を示さなければならない。そういう意味では総理がいろんな予算委員会でも答えておりますけれども、もう一度この定数削減というのは自公民でこの合意したあの解散があったと思います。あの解散は代表質問を聞いてますと、安倍総理大臣が勝ち得た解散でだそうですけれども、そういう意味ではしっかりと合意の部分の自らの身を削るこの定数削減選挙制度改革というのにどのような決意をお持ちかお聞かせ願えればと思います。安倍内閣総理大臣、昨年の国会、における、党首討論において、私と当時の野田総理がですね、合意をいたしまして、そして、定数削減、という方向が決まったわけであります。その中において昨年の国会において、ゼロ増五減が成立をいたしました。違憲状態を、これをなくしていこうということでございます。現在区割り審においてですね、この法案作成に向けて作業が進んでいるところでございますが、同時にまた定数削減についてはですね、我が党の石破幹事長がテレビにおいて今月の半ばまでに与党案をまとめるという発言をいたしました。当然幹事長の発言ですから与党の発言としては極めて重い、その責任感の中で今取りまとめを行っているところでございますが、我々としたりしましてはですね、私たちの提案を多くの政党会派に受け入れていただきまして、法案の成立を目指していきたいと、このように考えております。村岡俊秀君。ぜひともですね、すべての政策は国会議員がしっかりと自分の身を削るという覚悟があるかどうか、ここを国民は見ていると思いますので、ぜひとも総理が先頭に立ってやっていただきたいとこういうふうに思っております。それではちょっと話は、私は今日 TPP 関連についてお話したいということで本題に入らせていただきます。私は先ほど言ったように出身は秋田県です。農業県であります。しかしながらこの TPP の自由貿易というのは大切だということで、選挙前から TPP には参加して、そしてきちっと外交交渉の中で国益を守る、そして農業に関しては農業の対策をしなければならない、 TPP があろうがなかろうが結局は今の農業では衰退してしまう、その覚悟を持って選挙をやってまいりました。農協集会に行きますと、他党の方はみんな TPP 断固阻止という鉢巻きをして決意表明をしておりましたが、私は一人しないで非難を浴びながら選挙をやってまいりました。そういう意味の中でしっかりとこの TPP に対する自民党には参加するというのは我々は賛成です。しっかりと説明責任はあると思っております。昨日安倍総理大臣が沖縄の問題の中で、私も官房長官の時に辺野古に移す時の官房長官秘書官でした。沖縄にも何度も行きました。やっと普天間のあの苦しみから辺野古に、沖縄の人にはご迷惑かけるけど辺野古に決まったということの中で、市長選やそして知事もご理解得て辺野古で大体決まりかけてた時にひっくり返してしまいました。それは本当に信頼を失うことです。それと同じように自民党のほとんどの議員の方々が TPP 断固阻止のように受け取れかねない選挙運動をやってたわけですから、その部分に関しては安倍総理大臣どのように思っていらっしゃるでしょうか。
安倍内閣総理大臣。自民党の公約は、正規なき関税撤廃を前提条件とする以上、交渉参加には反対するということであります。そして、これが公約でありますが、一方ですね、選挙において、議員各々が自分の心情においてですね、自分の考えを吐露する、これは選挙でもあることでありますし、その中においてですね、我が党の中において公約としてはこれが公約でありますが、立場で TPP には根っこから反対という方がおられます。それを我が党は先般の選挙においてそれを禁止をしていた、そういうことを主張することは禁止はしていませんでした。まだその段階では参加するかしないかは決めていなかったわけでありますから、そこでは当然自由な議論がなされるんだろうなと、こういうことでございました。そこで、その中においてですね、それぞれの議員が選挙において自分の考えを述べるということは、それは当然あってしかるべきなんだろうと。そして今後ですね、参加するかしないかにおいて、しっかりと我々もですね、できる限りの情報というものは共有しながら議論をする。そして議論をして決めた以上は、みんなでまとまっていく。それは、村岡委員もご承知のように、自民党のいわばある種いい面でもあるわけでありますから、その段階ではみんなが同じ方向を向いて進んでいくことが正しい方向だろうと、こんなように思います。私も村岡委員と同じように、10年ぐらい、親父の秘書を務めておりました。そして当選をしたときには村岡金蔵先生ははるか大先輩でございまして、国体の兵隊として、働いていたのでございますが、当時このガットウルグアイラウンドで米のいよいよ、ミニマムアクセスがですね、認められるという時においてはですね、私も、断固反対をいたしまして、国会の前でですね、いわば泊まり込みストライキというのを、何人かで、寝袋でもってやったことが、ございます。その時には断固として守る。しかし残念ながらこうやってこうした行動では守ることができないんだなということは身をもって私も経験したところでございまして、それよりもやっぱり実際に地に足のついた政策でもってしっかりと農家を守っていくことが正しい道なんだなと、こんなことを学んだこともございました。室岡俊英君。委員長、ありがとうございます。自民党のいい文化といえばいい文化なんですが、果たしてそうなのかなという疑問があります。いいとこでもあり悪いとこでもあり、選挙中はそれぞれが勝ってこなきゃいけないという論理の中で、それぞれの農業権であったりいろんな分野の部分でやらなきゃいけない。果たしてでもそれがしっかりとした農業者の方にはメッセージになっているかというと、はなはだそこは疑問であります。それはなぜかというと、今農業者は国の農政に対して信頼をなくしています。それは例えばこれまで減反政策の中、転作作物もこれを作れと言って最初は8万円ついてたものが5万円になったり、今度はこれを作れと言ったり、いろいろ変わっていきます。また経営安定化策の中で大規模農業をやれと言ったのに、大規模農業から所得個別補償になる。そして我が秋田県はこの前農水大臣にはお話ししましたが、八郎潟の干拓ということで大型村があります。国策の中で大規模な干拓をして米の増量増産をということで、全国から入植者を集めて大規模な機械を使い農家を行ってまいりました。結果需給のバランスが崩れて、その大型村ももちろん減反ですが、そこで守らない人がいるために、従来の秋田県の農民は大変苦労を出して減反の負担も強いられました。そのような歴史の中、今この TPP の参加、自民党がほとんどの人は多分農協集会で、私が見ている限り命がけで阻止すると、政治生命をかけると言った人がほとんどだと思います。その部分はしっかりと、決してそれが悪いと言ってるわけじゃない、農家の人と真剣に向き合わなきゃいけない、それが政治だとこう思っております。そこでちょっとお聞きいたします。それぞれの方が農業政治連盟から推薦を受けているかどうか、何人の方にお聞きしたいと思います。まずは稲田大臣、農業政治連盟からはご推薦を受けているでしょうか。
稲田行政改革担当大臣。昨年の衆議院選挙において福井県の農政連から推薦は受けております。村岡俊秀君。わかりました。それでは谷垣法務大臣、受けたりでしょうか。谷垣法務大臣。私も推薦いただいておりました。村岡俊秀君。大変恐縮でございます。太田国土交通大臣、お願いします。太田国土交通大臣。都市農業という観点でご支援はいただいております。村岡俊秀君。ありがとうございます。何人もお聞きするのは大変恐縮で、自民党の国会議員、公明党の国会議員の方々は全体で182名の方が推薦を受けております。そして173名の方が当選いたしております。決してこれを責めているわけではありません。しかし自民党の山田参議院議員がこのようなコメントを当選者に対して、農業者の農政ジャーナルというところに談話を発表いたしております。これを正確に読むためにこれを読まさせていただきます。農業農村を取り巻く農政課題は山積しており、とりわけ TPP 交渉への参加は我が国の農業農村の将来に壊滅的な打撃を与え、長い歴史と文化の上に培われた日本社会そのものを崩壊させない極めて重要な課題であり、TPP 交渉には絶対に参加しないとの姿勢を貫いていただきたいと存じます。まあこれは農業者の思いであります。そしてその時に私もここは、わかりませんが、それぞれの今質問した大臣の方々は政策協定を個人的に結んでいるとお聞きいたしております。その一文の例を読みますと、TPP 交渉について、TPP 交渉が目指す例外なき関税撤廃は、我が国農業を壊滅に導くもので、また TPP を進めようとする規制制度等の統一は、食品表示、検疫、公共、医療、保健等、食と暮らし、命を守る我が国の制度を改悪させることになるから、TPP 交渉への参加は行わない。これが一文。それともう一つは、規制制度改革等について、東日本大震災を契機に、地域の共同の取り組みの重要性が再認識されるとともに、まあ、ここは飛ばします。農村社会の実態などを積極的に評価するともに、JA の独禁法除外を維持し、金融部門の分離や農地制度のさらなる規制緩和などを行うことなく、これらの制度等を継続し、充実を図る。これがまず二つの文であります。そこで、平成12月何日、衆議院議員、何々県、何々選挙区、候補者名でハンコをして、やるようになっております。やっぱりですね、こういう個人個人まで政策協定結んだらですね、それは農家の人たち信じますよ。そこの責任はきちんと、やはり持たなきゃいけないんじゃないか。自民党は自由でいいです。それぞれの個人がしっかりとその政策協定を結んで責任を持てるならいいです。しかしやっぱり政党であります。良さであり悪さであるところが、ここが農政の中で自民党が今しっかりと立て直して農業を成長産業にするというときに、この辺は自民党の総裁であり総理大臣でありますから、この点は踏まえてぜひとも農業者と向き合って農業の成長を信頼してもらって頑張らなきゃいけないと思いますが、どう思うでしょうか。安倍内閣総理大臣。今村岡委員がおっしゃったように、農家の皆さんとしっかりと向き合っていく、これがやはり基本なんだろうと私も思っております。我が党の候補者はあるいは議員は地区において小さな集会を積み重ねて当選を果たしているわけでありますが、その際ですね、農家の方々とも膝を交えて話を伺って、この人たちの生活を守り、そして農業の未来を手に入れるためには何が必要かということを真摯に考え、そしてこの農家の方々にもですね、率直に自分の考え、そして国際情勢も含めて未来について
どうなっていくかということ、どう対応していくかということを語るのは当然の責務であろうと、このように思います。室岡金蔵、いや、俊秀君。大変自民党の方々も膝を交えてということもやってらっしゃると思いますけど、幸い私は、幸いじゃないですね、残念ながらですね、3回落選してですね、9年間浪人でありましたから、一件一件全員来ました。その自民党の人たちの思いを総理は、ひとまとめにして、それぞれが地域で頑張ってるというんですが、やっぱりですね、大政党というのはですね、なかなか声が伝わりにくいんです。現職の国会議員のパーティーや、そしていろんな団体がやってるこの新年会や何かに来ますと、私は浪人ですから一番後ろにいます。そうするとですね、国会議員の悪口を結構言ってるんです、みんな。ところがですね、じゃあ来たらちゃんと言えばいいじゃないですかと、わかった、言うと言いながら、来た途端になんと先生来てくれたということで、みんな握手するんですよ。その現実が当選し続けてる人はなかなかわからないんです。林大臣はこの前、同級生がいるからお分かりになるってことで、まあそういう場合もあるでしょうけれども、だから本当に向き合うというのは、農林大臣は今回農業者にもちろんですけれども、例えば経済産業大臣であったり、太田国土交通大臣であったり、やっぱりもう本当に大臣が飛び込んでいってですね、この農業は我々は交渉参加だと言ってますけれども、それはしっかりと農業者と向き合い、農業の成長のために頑張るというつもりです。やっぱりそこのところは大政党であるからこそ、真剣にそれぞれの人たちと出向き、出会う覚悟をお持ちかどうか、そこをぜひ総理から、総理大臣はなかなか行くことはできません。これは各閣僚、副大臣の方、政務官の中、TPP 交渉参加は今週中にされると聞いています。それからが新しいスタートであり、農業の成長の時だと思っておりますので、ぜひとも参加された場合には、閣僚の方や副大臣の方や政務官、そして自民党の議員がどんどん地域に乗り込んで、この説明をしながら、地域の人と向き合いながらということをぜひご指示願えればとこう思っていますが、どうでしょうか。安倍内閣総理大臣。現在、安倍内閣としてはですね、車座ふるさとトークというのをですね、やはり東北出身の木村太郎議員補佐官が主導して進めてスタートしておりますが、今委員がご指摘になった点は大変重要な点なんだろうと私もお伺いをいたしておりまして、そう思いました。大きな政策判断をした時においてはですね、そしてそれが生活に大きな影響を及ぼしていくという政策においては、しっかりとそうした取り組み、できれば大集会ではなくて、皆さんが率直に意見を言いやすい、そういう規模の機会をですね、作っていくことも考えていきたいと思います。委員長。室岡俊秀君。今ちょっとやじで遅きに失したというかありますか、その感は否めないことですけれども、でも私も4回目にして当選ですから、遅きに失したと言われちゃいけないんで、これはもう今からやることが大切だと、すべては今からのスタートだと思っておりますので、安倍総理大臣のご決意を聞いたんで、そこはぜひ頑張っていただきたいこう思っております。そして、TPP 全般となると、やはり農水大臣にお聞きしなければなりません。農水大臣はまず所管の大臣であり、これまで私も農水委員会の、委員会でお聞きしたり、またこの予算委員会の一般質疑でお聞きしました。いよいよ来ると思うんですが、農業者との向き合い方、そしてどのような TPP に参加したということを言いにくければ、農業対策をどのように考えていくのか、ご時間をお願いいたしたいと。林農林水産大臣。今先生からお話がありましたが、総理がなるべく早期にということだと思いますけれども、ご判断をされるということでございますので、まだ仮定の段階で、ございます。それからもし仮定ということで、お許しいただければですね、交渉参加になったといたしましても、例えば何らかの対策を打つということはですね、
じゃあ逆にその分野は譲るのかと、まあ、こういうような懸念が出てくるやもしれずということでございますから、先ほどあの委員がですね、最初の方でおっしゃった、これは入ろうと入るまいと今の日本の農業、岐路に立っていると。で、岐路に立っているということは、潜在的な可能性を引き出せばですね、ものすごい大きな可能性があるということでありますから、このこととは別に攻めの農林水産業本部というのを私本部長として立ち上げて、需要サイドと供給サイド、それをつなぐところを一体的にやっていこうというふうに、すでに取り組み始めたところでございますので、これをやはり精力的にやっていくということがまずは肝要であるというふうに考えております。村岡俊秀君。林大臣もやはり総理大臣候補の一人として非常にご慎重なお答えであります。しかしですね、これどの分野が入るからダメだとか、この分野が疑われるとか、そういうもんじゃないと思うんです。もう目の前に参加するでしょうし、そして農業者はしっかり説明を聞きたいんです。交渉ごとの中身を聞きたいわけじゃなく、どのような姿勢で取り込むのかと。これがなければ、やはり先ほど言ったように後で説明し始めても大変大きな禍根を残すと、こう思っております。そういう部分ではしっかりと入る前からしっかりとそのどのような対策を取ってやるのかということを、この農家の方々に、そして日本の農業は農家を守るだけではありません、日本の食料の安全、そのためにもぜひとも早くスピードアップしてそれを説明しなければならない、こういうふうに思っております。そして改めて安倍総理大臣にお伺いいたします。我々日本維新の会は定数是正は我々も身を削る覚悟ですから賛成であります。ぜひともそれを進めていただく。また TPP 交渉参加もしっかりと、これは自由貿易を守りながら、そして日本が成長へ向かうために必要なことだと。そして農業はしっかり対策を取てる、この部分はしっかりとご協力をしていきたいと、こう思っております。そのためには先ほど申したように、党内の農協から推薦を受けられた方がたくさんいると思います。その人たちは一人一人政策協定を結んでいるでしょうから、一人一人自分の各県の農協にやっぱりご説明に伺わなきゃいけない、そして農業をしっかり成長させていくんだと、こういう真摯な態度がなければならない、こう思っています。今まではやもすればもう決まっちゃったからもういいや、そして農協の全国の幹部たちに何人かの幹部があってお茶を濁して、それぞれ自民党の国会議員というのは重い立場であります。一人一人が行かずに全体の中でなし崩し的にする、これはもう信頼を受けません。しっかりと一人一人受けた方々は、ぜひとも説明に行ってください。すみません、さっき3人だけ言いましたけど、まだまだたくさんおります。たまたま私の目にここにあったのを読み上げただけで申し訳ございません。それぞれの方々がぜひともその部分は説明していただきたいと思います。そして今日質問通告してた中で小野寺大臣にお願いしたいと思うんですが、やはり私もテレビで見ていて震災復興に大変ご努力をしておりました。まあ今は防衛大臣ですから、外れるかもしれませんが、この東北の農業というのは震災でも傷ついております。大臣として政治家としてこの農業の取り組み、地域の復興にどのように思われるか、ぜひともよろしくお願いします。野寺防衛大臣。村岡先生はじめ秋田の皆様には今回震災復興大変なご尽力いただきました。もしかして村岡先生ご存じないかもしれませんが、震災の3日後だったと思います。お兄様の、金幸、元 JC 会頭が実は気仙沼来られまして、ジープで来られました。たくさん野菜を積んできていただいて、そしてたまたま瓦礫の中を歩いている私ばったりお会いして、そこで本当に、ご支援してきていただいているんだなということを改めて感謝しております。お帰りになりましたらどうぞお伝えしていただければと思っております。実は今回、所管ではありませんが、被災地の議員の一人として、やはり農地が相当被災を受けておりまして、それだけではなくて農家の皆さんが本当に打ちひしげられているその現状をつぶさに見ております。また福島第一原発の放射能の風評被害、あるいは実被害等も実
は広がっております。こういうことに今の政権一生懸命取り組んでいただいております。今回この TPP の問題については私も選挙の時にさまざま地元でお話をさせていただきました。一応やはり最終的には公約の中では例外なき関税撤廃を前提とする TPP には反対ということでお話をさせていただいて公約にも党の公約をそのまま載せていただいておりますが、まだまだその公約だけでは、不十分なところもありますので、今後交渉の経緯を見ながら私も自身農村地域でありますし、先生とは選挙区がつながっております。その皆さんにはしっかり私も説明をしていく責任があると思っております。室岡俊秀君、ありがとうございます。ぜひとも防衛大臣ではありますけれども、東北の政治家として頑張っていただきたいとこう思っております。そこで安倍総理大臣にお聞きします。今このように私も TPP のことをお話ししましたけれども、多分すべての政策がそうなんです。自民党政権に復帰して大変喜んでいる方が全国におられると思います。これはあまりにも民主党が総理大臣のトップが失政をしてしまったというか、信頼を失ってしまった。その結果、安定感を自民党には求めております。ただ、それは衆議院選挙を見ても、投票率は 10% 以上下がり、比例は1000万票も減って、そして自民党の比例票は前回惨敗したときと同じぐらいの数字であります。まあ、その中で、我々日本維新の会は1200万票、前回の選挙はゼロ票です。もちろん党がないから。それが1200万票に上がってきた。それは何かというと、今、この国の政治に対して不信があるという不確かなものだけじゃなく、新しい流れを作りたいという国民には気持ちがあると思っております。我々の松並議員もご質問させていただきました。同州制。やはり統治機構を変えていくことによって、この国の活力をもう一回立ち上がらせよう。そこの部分は我々の党の根幹であります。統治機構の改革というのは憲法改正という大きな問題があります。憲法第96条、まずは改正できるようにして、安倍総理もおっしゃいました。国民の気持ちで我々の手で憲法を作れるんだと、できるんだという気持ちを持っていかなければならない。我々ももちろんそのつもりでこの党を作り上げ、これから御党とも戦わなきゃいけない参議院選挙に向かっていきます。それはそれとしながら、この憲法改正、そして同州制に移行していく、こういう流れがやはりこの国にとって必要かどうか、もう一度安倍総理大臣にお聞きしたいと思います。安倍内閣総理大臣。先の、衆議院選挙において投票率が下がったということは、3年3ヶ月、民主党政権によってですね、政治そのものに対する信頼が失われたということなんだろうと思います。それは既成政党、我々自由民主党も含めた既成政党への不信でもあったわけでございますから、いわば既成政党以外の政党である維新の党がですね、1200万票ですか、を捉えた、ということは、まさに比例選の結果においては、第二党は維新の党なんですね。第二党は維新の党である。これはやはり大きな結果なんだろう。それはつまり、政治を変えてくれ、日本を変えてくれという希望を皆さんに託したんだろうと、私もそのように思います。その中において、96条を変えていく。これは、いわば憲法に対して、国民の皆さんが自分の意思表示をする機会を事実上奪われていたんですね、ずっと。たった3分の1をちょっと超える国会議員が、そんなものは変えられないよと言えばですね、国民は自分の意思を賛成にしろ、反対にしろ、意思表明をしようと思っても、その手段すら行使できなかった。しかし、それを変えていこうという皆さんの意思に対して、多くの国民の皆さんは拍手を送ったんだろうと思いますし、そして、同州制について言えばですね、これは国と地方のあり方を抜本的に変えていくことになれますし、そして、権限を移譲していく上においても大変大きな、これ受け皿ができます。そして、州や道という大きな、これは一つの地域の集合体ができることによってですね、
その地域には新しいその、集合体を中心とする、インフラが生まれるわけでありますし、そしてそこはですね、国を経由せずに海外とも直接いろんなさまざまな交流や、経済活動が展開されるという、まあ、ダイナミックな大きな変化にもつながっていく、これはぜひやってもらいたいという思いが、それまで、まあ、一票も取っていなかった政党がなかった政党、まあ、皆さんに託した思いなんだろうと思いますし、その点においては我が党も同じであります。既成政党ではありますが、我々はそうしたものをですね、もう一度見直しをしていこうという勇気を持つ政党であります。まあ、だからこそ御党と同じように我が党には第一党という、地位を与えていただいたんだろうなと、こんなように考えております。村岡俊英君、委員長ありがとうございます。ぜひとも我々日本維新の会は決してこれまでの野党とは違って、ぜぜひひでしっかりともう予算の補正予算に賛成するということは、これは重大な決意であります。野党でこれまで予算に賛成するということはできないというか、やらない党が本来であればぜぜひひと言いながら、ぜでひひひというような感じの党が多かったと思います。そこはしません。しっかりと国民のため、そして新しい日本を作るためにはご協力をしていきたいとこう思っております。話を元に戻します。先ほどの TPP 参加の方向だとは思います。しかし農水大臣にも前にも申し上げました、農業地帯そして農業圏というのには成長産業に耐えられるだけの人材ももちろんいます。その分野と中山間地域であったり、社会的な政策の中で守らなきゃいけない地域もあります。それは例えば中山間地域であったり、本当に高齢者の人がいる地域はこれから外国に物を売れと言ったって、これは難しい話であります。やはりその2つの側面というと、イギリスの農業というのは農林省とそして環境省と一緒になって、攻めの農業のところはしっかりと農林省側の方でやる、そして環境を守るということは環境省の方でやる、そういう区分けをしながら日本の農業は成長させていかなきゃいけない。一緒くたに1兆円目指しますと言って、どうやって1兆円売るんですか。今4000億5000億で1兆円目標だけは立派でいいわけでありますが、どのような具体策で輸出増を考えているのか。そしてまた日本のブランド化といっても、全国全部ブランド化になったら同じレベルになってブランドでも何でもありません。いろいろこの農業の具体的な成長戦略というのをどのようにお考えになっているのか、これは総理ではなく農林大臣ですね、農林大臣によろしくお願いいたします。林農林水産大臣、お答えいたします。まず輸出のお話でございます。で、大体今委員がご指摘になられましたように5000億前後でですね、まあ、輸出額が推移をしておったわけですが、ここ数年ちょっと円高、それから原発事故の影響等でですね、減少しております。で、2月18日に実は産業競争力会議でも私の方から説明をさせていただきまして、民間の会議の有識者議員の皆様とも大きな方向性一致したんでございますが、具体的にはですね、その輸出証明書の発給というのがこれは事故以降非常に大事になってきておりますので、国で一元的にやろうと、地方のご負担を軽くするためにですね、こういうこと、まあ、細かいことですがやろうということと、それからジェトロとの連携を強化を通じて、輸出しようとする事業者のですね、育成とか海外見本市への出展、それから国内外、中と外で両方商談会をやると、まあ、こういうことを、まあ、地道な話でございますが、総合的にサポートを、まあ、していこうということと、それからもう少しマクロでですね、その日本食そのものというものをやっぱり発信をする必要があるだろう。実は2月から3月19日にパリでですね、初めての試みですが、日本食文化週間というのをやりまして、外国の方にですね、やっぱり日本食を発信をしていくと、まあ、こういうことが、大事ではないかなと、こういうふうに思っておりまして、細かい話もちょっと織り込みましたけれども、具体策を講じておるところでございます。村岡俊英君、委員長。農林水産大臣に聞きました。もう一方、茂木経済産業大臣、
当然 TPP は経済産業省が進めていかれると思いますが、その中でやっぱり経済界もしっかりと日本の農業を守るということの中でいろんな対策を試みていると思いますが、今後とも農経済産業大臣にはぜひその取り組みをしてもらいたいと思っているんですけれども、どのようなことを思っているでしょうか。茂木経済産業大臣。村岡先生からご質問いただきました。お父様の、村岡兼三元官房長官、私も大変お世話になりまして、運輸大臣そして自民党の総務会長をお務めになり、確か13国会の時は、国対委員長で、私も副委員長でいろいろご指導いただきました。非常に丁寧に仕事を進められる方で、その一方で一度物事を決めたら曲げない、そういう姿勢を都市で先生も引き継がれてるんだなと、今まで の議論を聞いてそんな思いを持ったところであります。経済産業省としても、当然 TPP については工業品の問題ありますが、農業についても、農商工連携はじめですね、さまざまな取り組みをしていきたいと思っております。そしてクールジャパンと、日本の食文化であったりとか、さまざまなもの、地域のものを海外展開していく、アジアに展開していく、こういったことも今年からですね、積極的に進めようと思っております。そこの中では本当に商品力の高い農業と中核を成していくと、こんなふうに考えております。村岡俊秀君。ありがとうございます。その輸出を増やすということの中で、ぜひ農林大臣にもですね、やはり今現在、例えばお米を中国という13億人以上の市場に輸出しようといったときに、富裕層の方がいて、日本の高級な、おいしい、安全なお米を求めているということで、よく話をされます。しかしながら現実、中国は日本のお米は消毒しなきゃいけない、燻蒸という過程を経なければ、輸入をしないと、こういうふうな形で、日本には1、2箇所しかその施設がない。もし中国に売るとすれば、外交交渉の中で日本の米を消毒しなきゃいけないなんてことはないと思いますんで、そこはしなければいけませんが、中国がそれをしなければいけないということであれば、そういう設備を整えなければ、とてもいくら中国で買う人がいるったって、これは売れないわけであります。そういう設備をしなきゃいけない。そしてまた、中国側に広い国土であります。日本ももちろんお米は収穫すれば低温倉庫に入れます。やっぱり低温倉庫なんかがあるかないかということも輸出の拠点になるわけであります。中国であったり、インドであったり、インドネシアであったり、タイであったり、タイは もちろんお米は作ってますが、高級な米を買う人がいます。そういうときに、そういう低温倉庫がなければですね、せっかくの日本のおいしい米がですね、劣化して、なんだ日本の米は思ったほどこれはおいしくないじゃないか。やっぱり輸出を心がけるって言ったら、ここはやっぱりしっかりやらなければならない。それから経済産業省の茂木大臣のところの農商工連携というのも、ぜひともこれ経団連の方々が中心に TPP は必ずやってくれと言っているわけですから、もう少し日本の食を守るというところにしっかりと取り組んでいただきたい、こういうふうに思っております。そこで農林大臣、私の提案のこの輸出の整備というところで、もう時間がありない、短くお答え願えればとこう思います。林農林水産大臣。基本的にはもう先生おっしゃる通りだというふうに思います。手続きの話をさっき少ししましたけれども、その相手の国との手続きをどうするかというところをクリアしていくということと、それからビジネスが大きくなってきたときにどういう施設がいるか、それをどうサポートしていくかと、私ももともと社会人のスタートは商社でございましたので、その需要のボリュームに応じていろんな策は必要になってくると思いますので、まずはそのどれぐらいのものが出ていくかというものを、それぞれの作物をちょっときめ細かくですね、先ほど申し上げましたが、サポート体制を組ん で必要になってくる、施策がそういうふうに必要になってくるぐらいのボリュームにですね、早くなるように努力をしてまいりたいというふうに思います。村岡俊秀君。茂木経済産業大臣にもよろしくお願いします。茂木経済産業大臣。
平成20年度からですね、農商高等連携促進法と、これが施行されることになりまして、中小企業者と、農林漁業者が共同して行う新商品開発、これに対して補助金であったりとか、定理の融資の制度を設けたわけでありますが、平成23年度からですね、これに加えまして、先端技術を活用した、農業システムの実証支援、こういったところも行っているところでありまして、今後ともですね、日本の農業の高い商品力であったりとか、多様な成長の可能性に着目して、しっかりした支援策を取っていきたいと思っております。村岡俊英君。両大臣のお話聞いて、ぜひ安倍総理大臣、お二人にもこの TPP 参加の過程で、農業政策というのは農林水産省だけでできるもんじゃない、また経済産業省との協力だけできるもんじゃない、内閣一致して、農業者に対して、また日本の食を守ることに対して、もう一度決意をお聞きしたい、こういうふうに思います。安倍内閣総理大臣。農業は国のもとであります。この農業、農家、農地をしっかりと守っていくということは安倍政権の基本的な姿勢であります。これは TPP 以下にかかわらずですね、未来に向かってその方向で進んでいかなければならないと思います。そこで今村岡委員のご指摘はですね、それは単に農水省だけではないでしょう。私も全くそのように思います。いわば農商工連携、6次産業としての農業の可能性についてはですね、これはまさに我々内閣を挙げて取り組んでいくべき課題なんだろうと思います。食育についてはこれはまさに文部科学省であり、環境ということにおいては環境省であるわけでありますし、衛生ということについてはですね、厚生労働省も関わってくるでしょうし、そして産業という切り口ではまさに経済産業省ということなんだろうと思います。そこで最初に村岡委員がご指摘をされたように、輸出というのであればもっといろんなことを考えなければいけない、まさに私はその通りなんだろうと思うんです。第一次安倍政権で1兆円という目標を掲げた、これは目標ということだけではなくて、そういう道もあるんだよと、今までやってきたんですかと、農水省においても、例えば農協の皆さんにおいてもですね、これはやっぱりみんなで真剣に考えていこうじゃないか、で考えていくことから新しい私は可能性も生まれてくるんだろうと。もちろんそれはそう簡単なことではありませんが、今おっしゃったようなことをですね、きっちりとやっぱり我々も国を挙げて取り組んでいきたいと、このように思っております。村岡俊英君。委員長、ぜひとも総理、その覚悟の中でお願いしたいと思います。今現在の時間、実はですね、秋田県の農協が集まりまして大反対集会をやってます。そしてその後からは全国が集まって大反対集会があると思います。自民党の議員の方々は行かれるのかどうか分かりませんが、私は行っても袋叩きに遭いますから、行かないというわけじゃなくて、この質問があったんで行けませんでしたけれども、ただやはり政治というのはいい方向性だと思うときにはしっかりとした覚悟を持つことが必要だと、こう思っております。そのためにはしっかりとした理論立てもしなきゃいけない、そして気持ちの問題もある。そこはぜひこの TPP にはもう参加するんでしょうから、その準備をし始めていただきたい、このように思っております。我々維新の会は決してぶれない、そして覚悟を持って政治に取り込む、そして我々新人36人全員合わせて54名ですけど、定数削減、誰一人国会議員に固執していません。自分たちの身が削られておうとも、国の方向性がしっかりと向かうところならば、我々は国会議員である必要はありません。その覚悟のもとにしっかりとこの政党を持っていく、そして橋本代表も述べておりました、この定数削減、我々残念ながらまだ新しい政党で比例復活という制度の中で国会議員という機会をいただきました。しかしそんな地位では固執してはいない、しっかりと自分たちの政策を通すためにこの政党が立ち上がりました。自民党の皆さん、ぜひ大政党であり、与党として過半数が大きく上回っていますが、我々は是々非々でありますが、火のところにはしっかりと切り組んでまいります。そして皆さんと共にやれるところには日本のためにしっかり頑張ります。ぜひともこの国を新しい形に変え、
統治機構を変え、そしてこの国がもう一度世界に誇りのある国にするために、我々日本維新の会も頑張ってまいりますので、ぜひ安倍総理はじめ自民党の皆さん、公明党の皆さん、与党の皆さんも、ぜぜひひでありますけれども、共に頑張っていきたいと、このように思っております。1時間の間でありましたんで、大変短い時間ではありましたけれども、私もまだ新人でありますんで、大変緊張の中で質問をさせていただきましたけれども、これからも皆さんにご質問をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。これにて村岡君の質疑は終了いたしました。